でえー、今回は新型コロナウイルス関連のここ1日2日のね、速報をちょっとまとめて読んでみようかと思います。まあこれはですね、中国地区限定になりますので、全国的なものではありません。すごくローカルな情報で恐縮なんですけど、上から順番に行きますね。えー、島根県松江市は8日、新たに市内在住の2人が新型コロナウイルスに感染したというふうに発表したということでございます。で、それからね、次の記事。岡山県などは8日、 46人の新型コロナウイルス感染を明らかにした。次、広島市は8日、新型コロナウイルスに感染し、えー、県内の医療機関に入院していた1人が死亡したと発表した。で、広島県と広島区で福山の3市は8日、県内で新たに計119人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。<ー> JR 西日本広島市社は8日、 大雪の影響で9日にゲイビーキ線1本と山口線6本の計7本の運転を取りやめると発表した。ああ、なるほどね、えー。小原市委員会は8日、市立学校に勤務する市外在住の20歳代の教員1人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。あ、そして、えー、直近最後のニュースなんですけども8時間前に届いてます。 鳥取県は8日、新型コロナウイルス感染症で高齢者1人が同日に死亡したと発表したあ。県内での死者は初めてで、全国の都道府県で死者が確認されていないのは島根県だけとなったということでございます。えー、こうしてみるとね、時系列で追ってくると、いろいろと考えるところがありますけども、うん、そうですね。やっぱ新型コロナウイルス、 ニュースがね、もう立て続けに入るようになって、私の方もフォローしきれなくなってきました。まあ全国規模のニュースで言うともっともっと多いんでしょうね。一口に1000人とか2000人という感染者という形で語られてますけども、その内訳がね、例えば半分が外国人席であったりってことが発表されてないとか、そもそも PCR 検査なんてのは、まあこういうふうなことに使われるべきではないとかね、諸説ふん,ふん,ふんなわけですよ。 で、政府の方針は二点三点して全く当てにならないと。そして今回緊急事態宣言にとのもう時短要請っていうのがありましたけども、もうね、やってらんないっていう形ですよね。もう飲食店さんなんて、その、毎日の保証金6万で、いわゆるね、やっていけるところっていうのはほんと少ないんですよ。で、ほとんどのところが、 キャッシュフロー悪い中でずっと頑張ってきたところでそれこそね月に1日2日の臨時休業ですらものすごく痛いのにそれを1ヶ月にわたってね時短営業しろとかね時短営業する業種によっては夜営業のところなんてのは結局オープンする時間が1時間もないよって話になっちゃったりするんですよね渡ミだったかな17時から20時の営業とかいう風なねそんな居酒屋も出てきたりしてましたけども3時間営業って何な,なんやと思いますよね うん。いろいろとね、団結して乗り越えていかないといけないときに、リーダーの資質がここは問われてるのかなと思います。統率力がいかがなものかと私はいつも思うわけなんですけどもね。さあ、今日はそんな感じですかね。はい。ありがとうございました。